こんにちは、ソフトクリームちゃんだよ。今回はスプリングステークスの予想をしたいと思います。それではどうぞ。今回は阪神で開催された2011年を除いての中山開催の過去10回分のデータから気になる馬を探していきます。勝ち馬は逃げ馬先行馬が馬券に絡む馬の3分の2を占めていて、小頭数やフルゲートどちらも関係なく前寄りの馬が有利のようです。特に4コーナーで10番手以降の馬は1勝してはいるものの副賞率は結構低め、一番人気だったロードクエストでさえも届かず3着に終わりました。また過去10回のレースで3着に入った馬はアジアエクスプレス以外ほとんどダート経験なし、純粋にマイルから 2000m の距離でデビューをして芝路線を歩んできた馬ばかりでした。そして馬券に絡んだ30頭中8割の24頭が前走連帯している馬、前走掲示板に入ってない馬で馬券に絡んだ馬はたったの1頭とルーカスにはやや耳の痛くなるようなデータがあります。ということで総じて前走500万クラスや重賞関係なく、こちらのレースは前走の敗戦から巻き返すというよりも前走の構想がそのままこのレースに生かされているという傾向が出ています。馬券の傾向はご覧の通りです。一番人気は 90% と高い負傷率を誇っていますが現在4連敗中、3番人気から5番人気までが結構勝っています。また7番人気から9番人気が不振で、2桁人気が馬券に絡んだのは4回、ただこれは5年前から10年前のもので最近は馬券に絡んでいません。ということでつかみどころがあんまりないんですけれども、3連複は万馬券は一度だけですけども10倍割れは過去10回ではなし、3連単は10万円オーバーは1回だけですけれども万馬券割れは過去10回一度もなし、ということで大荒れではないんですけれども、一番人気と人気薄がセットできたり、一番人気でない上位人気で決着したりと小波乱が多い傾向が出ています。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はステルビオです。先週の調教で日経賞に出走予定のゼービントと合わせたんですが、抜け出してから空を使ってしまい悪い癖が出てしまいました。ただ1週間を使ってそれを修正、空を使うというよりも4コーナーで後ろの方でやや立ち遅れていないかが心配なところ、中山という特殊なコースなので全幅の信頼とまではいきませんが確実な末脚に期待したいと思います。対抗はレノバール、調教では好タイムを掲示したもののちょっとタイムを出しすぎましたが、それぐらい順調とのこと。何より新馬の時にあった馬体の緩さが解消してきたということでちょうど今頃が充実期とのこと、オッズ的にも妙味十分という点でもこの馬を押したいところです。以下エポカドーロは短期の逃げでここ2戦タイム差をつけての楽勝続き、マウントロブソンに続く小倉のアスナロ賞からの勝ち上がりにも期待したいところです。そして3戦連続上がりタイムトップのゴーホザサミットも叩き2走目で巻き返しが期待できそう。ルーカスはホープフルステークスの前に飽和したようにとにかく調教で余計なことをしてしまう悪い癖もありますし、ここに来て強い調教を課すと馬自体にダメージがあるので、ここ最近は馬なり調教ばかりをしています。堀調教師も万世型というコメントを出してきましたし、ここはチークピーシーズを外してくるということでなんだか試行錯誤を繰り返している様子、実力を 100% 発揮できるか疑問に思ったのでここは評価を下げてみました。それでは開運です。ステルビオからの生まれが本戦と思いましたがオッズ的に弱すぎるので馬単の折り返しを狙います。ルーカスとの組み合わせは取り紙になりますけど、この2頭で決まるとは考えにくいのでそのままにします。そしてレノバールからの生まれも流したい衝動に駆られましたが、なんだか3着もありえそうなので今のところオッズ的にもまあまあ美味しいので副賞を狙ってみたいと思います。さてすでにファルコンステークスと
阪神大賞典の予想動画はアップしましたし、先週は出資馬のブライトバスが阪神競馬場で出走しました。その時の様子も動画にしておりますので、お時間ありましたらどうぞご覧ください。